高2低組の授業中にスタップ細胞の話で三輪君からね、スタップ細胞の話で三輪君から、がん細胞を正常に戻す方法を鳥取大学のどこかの研究者が開発したという話を聞いたときに、みんなにそのね、話の概要として、治す、観点ではこことを治さなきゃいけないなって話をした後に、皆さんのご家庭にパソコンありますかっていうふうな話をしましたと。その途中に浮かんだアイデアなんです。それは何かと申しますと、 Windows を使っている人どれくらいいる？ Windows、 Mac は？じゃあみんな Windows ね。最新は Windows 8.1 の何とかって言いますけども、みんなのご家庭は XP?7? Vista は？8 ね。8も XP も7も共通して、おお、パソコンが異常になったときに戻す仕組みがありますよね。何でした？今変わる場合、何だったっけ？これ。一応撮影者は増田君です、ね。で、ここの受講生9人います。あ、いよいよ、誰です？いいです。何？パソコンを元の状態に戻すやつ。復元ポイントって言いませんでした？復元ポイント。復元ポイントですよ。みんなわかんないかな。復元ポイント、生命のプログラムにはもしかしたら復元ポイントとかあるかもしれない。ある最もいい環境の状態を覚えている。そこの状況に、状況で働く遺伝子の組み合わせがある。それをに手を加えると異常な部分は解消させ、正常でなかった部分を再構築すると。復元ポイントありそうな感じを今持ちましたの で、このアイデアはもうこの時点で公表されたので、みんなね、もし機会があって研究所に行って、この遺伝子やこの発生や細胞の、ね、その初期化に関わることがあったならば、そこで思い出してください。 OK、 ありがとうございます。